痛い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 、あーもうこれ筋肉痛。こんにちは。新潟県長岡市のバーマンのマスターです。丸山です。お願いします。はい、アシスタントです。お腹いっぱい結構きつめです。前回まぜそば、前々回ニラ玉、結構パンチあるやつ来ましたね。そして今回ラスト、さっぱりしましょう。さっぱりしたでしょ。食べ物やめよう。はい、では発表いたします。ダルゴナコーヒー、知ってます？カルメ焼きって言ってなんか、ね、カルメ焼きもよくわかんないんだけど、ほわんとしたやつをミルクの上に乗せたやつです。では早速やりましょうか。よし、行くぜ。まずインスタントコーヒー、インスタントコーヒー、インスタントコーヒー、グラニュー糖、お湯、水でもいいらしいけど、お湯の方が溶けやすいらしいよ。お湯、これだけです。1対1対1入れて、なんか延々とやるらしいね、これね。もう本当はほわって立つまで。やります。力仕事らしいです。まずここにインスタントコーヒー入れます。えいや、入れました。そしてお湯を入れます。うるる、ここで最初溶かすらしいですね。しっかり溶かしたら、ここであとはひたすらひたすらこれをホイップするらしいです。で、なんかネットとかで見ると電動のホイッパーを使ってる方がいっぱいいるんですよ。ただね、電動ホイッパーないんですよ。持ってないんです。持ってないので、もうひたすら手でやりたいと思います。大丈夫です。忍耐力には自信があります。大丈夫です。ケイさんもいますんで。ケイさん今ちょっと休憩して、ケイさん今寝てるんで、ちょっと私一人でやっておりますから。大丈夫です。そのうちケイさん帰ってきますよ。寝ないです。ケイさん、ほら、ケイさん帰ってきましょう。寝ない。余裕の、こう、余裕のお湯を飲んでください。なので、頑張りじゃない。じゃあちょっと溶けたんで、砂糖を入れますよ。よいしょい。よし、あとはもうね、ひたすら混ぜるだけですよ。私の本気というものですよ。大人の本気を見せてやる。わーわー。でもちょっとほら、ホワホワしてきたら分かるでしょ。マスターの本気ですよ、これが。えいほらい。これちょっとなんか、ね、固くなってきた。これがもっとホワホワになるんですよ。立つんですって。逆さまにしても落ちないぐらい色もね、もっと。それやばすぎ。眠いですか？眠そうですか？頑張るぞ。いないぞ。わかります？お願いします。すげえ反則感。わかりました。いいです。なかなかに薄いです。時間かかるよね。いや、時間をかけてね、出来上がった先にはね、やっぱり達成感と喜びがあるんですよ。わかります？わかんない。わかんないですか？楽したらね、やっぱりね、楽したなりの景色しかないんですよ。ね、飲み物にこんな手間かけない。やっぱ手間暇、飲み物ぐらいちょっと手間暇かけたという思い出が欲しいじゃないですか。ね、こんなに飲み物に体力使うことってもう多分二度とないと思う。ないですね。逆に忘れないでしょ。混ぜますか？お越しください。回復しましたんで。では乗るぜ。変わってきた。チョコみたい。ふい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 。
った方がいいのかな。はい、絶対効率悪い。この方が一緒。あ、それはいい。今運動なかなかできないんでね、今日ここで運動させていただく。俺の右腕よ、俺の右腕よ、眠りから寂しこの俺の右腕よ。中二病だ。ドラゴンの紋章が右手がうずってる。でもいい感じに変わってきましたね。まあ、このやばあ、すごい。世界を救うんだ。変わってきたよ、みるみると。このやばあ、うわぁ。なんすかこれ、これなんなんすか、これ全く意味ないです、これ。これね、エリアが狭すぎなんですよ、これだ。これダメだ、これ。やっぱね、アナログがいいよね。よし、負けないっす。店8年営業してきたんだ。こんな、なるほどなコーヒーでギブアップなんかしたらもういけない。あります？ケイさんも本気出します。ケイさんにしては珍しくちゃんと力が入ってますね。ちょっとこれ一周くるくる回すのめんどくさいですね。食べたかった。無理ですね。俺がこれ回してあげましょう。こうやって。どうですか？これ、協力、これ。ケイさんはそこ、俺は本体を回すというこの新しいやり方。これは、協力してやらないといけないですね。どうですか？で下も勝手に回ってますよ。もうちょっとですね。もうなったっけ、早く回さない。これ明日筋肉痛ですよ、確実に。右腕だけ。右腕だけ待ってないかもしれないですよ、これ。あ、でもいい感じじゃないですか。あ、まだですね。まだです。まだ、まだ、まだ、もう、いや、もっと角にならないといけないらしいですよ。寝てるんですけど、ちょっと人が頑張ってる最中に。いやー、熟睡はできませんね。お、でもすごい変わってきたね。いや、すごいわ。もういい、寝ててください。完成するまで寝たい。Kさんのやる気スイッチに火がついてる。入りましょうか。いやだって。なんかもうケイさんが意地になってます。ケイさん意地になってます。意地になっても絶対私が仕上げると。ケイさんはマスターよりも男気がありました。だってほら硬くなってきたんですよ。いや、でもずいぶん変わった気が、すごい色がもう白くなってきましたね。すごい、もうすげえすげえ。だってもう生クリームみたいな感じじゃない。もうオッケーなんですかね。いい感じですね。じゃあ逆さまにしてみます。まあいいですよ。じゃあケイさんの頭の上で逆さまにします。ちょっと鳴らすと、あれ鳴らした状態で、じゃあケイさんの頭の上でさ、いける気がする。いけますよ。おお、いけてますよね。もう大丈夫ですね。あ、来た、完成です。でですごいです。ケイさんが頑張りました。私は寝てました。最低なマスターでした。皿を回してた思い出しかないです。では、あとこれできたんで、できたんで、これをミルクの上にスプーンで作って完成です。乗せたいか。はい。自分でやります。いや、いいでしょ。
お、浮いてる。これすごい持ってるじゃん、でかいっすね。足りないんじゃないですか、もしかして。足りないっすね。広がんない。何ですかこれ。絶対これコーヒー俺の方足りないですよ。ね。グラスがでかすぎました。間口。何ですか。二人ですか。これ何なんですか。足りない。足りないということが起きてしまいました。まさかの。いや、いいです、大丈夫です。ちょっと出ちゃいましたね。やりたくなっちゃった。あると思います。ケイさんの意外な一面が見えたと思います。あると思います。帝都大戦。え、映画ですか、これ。これはね、80年代の映画ですね。日本映画でちょっと怖いですよ。怖い映画です、これは。戦争じゃないです。なんかあの妖怪と悪魔みたいな、なんかそういうやつです。人間じゃないんです。人間なんですけど悪魔が乗り移ったみたいな、そういう、はい、3月21日レンタル開始ですよ、はい、ついこの前ですね。そうです ね、 あ、何十年前ですけどね、うん、ぜひ見ていただいて。絶対見ないじゃん。絶対見ない。